さあ今日も始まりましたね。今日始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はリュウナさんがね MC ってことで、あーもう、ね、4回目の出演でさ、いきなり MC プレッシャーっていうね、ちょっといやだ、そういうの得意でしょ。いやーもう全然得意じゃないけど、まあ頑張るわ。 OK OK 頑張ってる。今日は、はい、新しく入りました、はい、クラブアクト、クラブアクトのガクトさん。はいはい、じゃあ簡単な自己紹介だけね、お願いします。どうも、ご覧の皆様、クラブアクトのとガクトと申します。岩手県出身で上京してまだ1ヶ月 と、19日ぐらいです。おイケメン、イケメン。いやめちゃくちゃイケメン。しかもね、俺と近くね、あの出身地。あ、本当ですか。俺山形なんで。あー、東北。岩手ですよね。そうです、岩手なんですけど。あ、どっかどっか。どうもよろしくお願いします。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 なんで最後グダグダか。じゃあ自己紹介、じゃあしよっか。俺もすか。何回の自己紹介かな。4回目だけど、まあまだね、やっちゃうか。俺は新人だからね。ロミジュリのヨシキと申します。まあ上京してきて3ヶ月と21日くらいかなだと思います。で、まだ来たばっかなんでね、あの標準語はあんまり使えないんですけどね、よろしくお願いします。あれ、よしお願いします。なんで俺だけ。自分も結構なまってしまうことがあるんで。だよね、変換結構なまっちゃうんで。本当ですか。あ、本当です。はい、じゃあどうぞ。あ、じゃあ俺、はい、まあロミオ&ジュリエットのリュウナと申します。よいしょよいしょ。あれ、もう早かった。あ、まだ早い。ちょっと早い。まだ早い。まあ趣味はまあカラオケ、うん、とヨシキの、まあ、スマホの電源を切る。おい、どういうことやそれ。おい金じゃねえよ俺の。最近マイブーム、なんかあるんですね。そう詳しく聞きたいんですけど、それ。あ、ちょっとね、後で詳しく。後で詳しく。そうで、出身が、まあ、中国、まあ、まあ知ってる人は知ってるんだけど、もう4回目だからさ、うん、なんか、まあ、出身中国で、まあ、日本来日して10年、うん、何ヶ月、もうええわ。もうええわ。早い。10年半。10年半。10年半。そう。日本人じゃん。以上です。よいしょ。よいしょ。なんだこの終わり方は。じゃあでも本当にどんな趣味とか、軽い悪趣味とかなんか言われてます。悪趣味とは。悪趣味とはなんだ。いや、悪趣味。あ、ね、俺の味方だもんね、ヨシキ。俺ヨシキの電源切るの好きだからさ。しかも俺スマホじゃなくてガラケーです。マジで。マジ。古くね。古いよ。俺ポケブレなんだよ。まず電波ないわ。めっちゃ初回でしたよ。で感じるね。魚持ってる。あ、中国って感じだね。ポケブレマジ、まあ、コンパクトだしさ。可愛いじゃん、なんか。だから今日ね、なんかね、この岩手山形じゃん、遠くが。はい、遠く。すごいね。今日いつもだと俺いつもの仲間勢なんだけど、なんか味方いるからさ。俺今日俺仲間勢だね。仲間勢だね。遠くと聞いただけで新規感ちょっと湧いてるんですね。そうだね。ぶっちゃけね、あ、遠くとさ、中国も結構近いからね、もう。あ、まあ、海さんもだからね。近い近い近い。あの、平の清盛じゃなくて、なんだっけ、あの、義経が一回なんか中国行ったとかってね、話もあるし。あ、すごい頭いいね。そう、結構頭いいの。へぇー。伝説はね、本当かどうかはちょっとわかんないんですけども。らしいですよ。今日はあれだ。くれないに染まってないね、今日。そう、いつもね、くれないに染まってるんだけどね。そう、いつも X ジャパンのヨスキー好きで、なんか、ジャケットもなんか赤。あ、そうなんですね。くれないで。で、まあ、背景もね、クリスマスでそうだね、レッドに染まってるみたいですね。くれないに染まってるのね、背景だもんな。逆にね、俺までそれ来ちゃったらもう分かんなくなんないよ。おい、あれヨスキどこだ。あれヨスキどこいんのって。くれないに染まってほしかった、本当に。真っ赤っか、真っ赤っかです。そうですね。まあとりあえず今日お題なんだっけ。そう、あ、今日テーマなんかあったね。俺3つなんか、まあ適当に決めたんだけど、まあそのテーマに沿って話し合っていこう。いやー、でもリュウナのお題とか結構ね、ぶっ飛んでるからね。そうでもないよ。逆にね、さっき入って、俺入って3分ぐらいでは考えたのさ。何ちゃ頭の良さ。頭の回転良さ。なるほど。うん、俺ね、3分でもうね、集中して考えたお題。お、楽しみ。凝縮したお題を。これなんだよ。もし1日だけサンタクロースをレンタルできたらどうする。レンタルできたらね。サンタクロースって男性ですか女性ですか。あ、もう何でも。何でも。それ、とりあえずサンタクロース。レンタルできたら。そう。とりあえず俺だったらね、サンタクロースってさ、
あれじゃん、結構おじさんのイメージあるじゃん、うん、あ、まああるね。俺はやっぱ可愛い系のね、サンタクロースレンタルしたいかなと思う。あ、ちょっと可愛い系の、なんかちょっと新宿2丁目に。あー、いやいや、それはやばい、それは可愛いとは言わない。あ、まあまあ、俺は可愛いと思うんだよ、まあ、その2丁目のサンタクロースだったら多分俺ね、うん、結構男にモテるから。あ、そうだよね。あの、襲われちゃうね。あー危ないね、それ。そっか、そっか。え、どういう、なんか可愛いをイメージしてるの俺？まあ、キャリーパミュパミューとか言えてないじゃん。言えてないやん。パミュパミュー、キャリーパミュパミュー、キャリーパミュパミューね。どういうのいいかな、うん、え、どういうのいいですか。あ、自分ですか。はい、もし、あー、もう本当に、うん、セクシーな感じが好き。あ、セクシーな感じ。おー、セクシー。アミタイツのサンタクロースとかで、なんかリボンがこうちゃんともう自分がプレゼントみたいな。あー、はいはいはい。サンタの帽子だけ、サンタだけ、うん、みたいな。あー、あー、あー、そっか、いいね。リボンじゃなくてもうロープでよくない、もう縛ってこう。いや、結構悪くないっすね。いいね、いいね、いいね。うまい、いいね。まあ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 、まあ、まあね、なんでもありにしようか。そうですね、まあ、ガンガン行こう、いいね。じゃあ、リュウ君の。あ、俺そうそう、気になりますね。俺、気になるか。まだ聞いてないから、ね、うん、俺ね、まあまずね、まあみんな、どの季節で刈り落とすの。冬、まあ、とりあえずね、俺はどこ、季節関係ない、もう何でも。あ、OK。 まあ、俺ちなみに俺だったら、うん、俺夏の7月ぐらいに、うん、まあ、サンタクロースの、まあ、おじさん、うん、連れて一緒に、うん、登山したい。なぜに。なあれさ、暑そうじゃん、格好。暑そう、かなり。どこまで俺についてこれるかっていうか、俺はもう半袖の T シャツ行くんだよ、俺は。ちょっとね、もう熱々の、うん、の冬仕様、寒冷地仕様をもらって、で、どのぐらいね、登り、うん、るかって。そうそう、高さとか。いや、待て待て待て、でもね、うん、サンタのおじさんは、しもべがいるから。あ、いや、そっか。うん、例の、例のね、例のやつじゃん。しもべいっぱいいるから、角生えてるね。そうそう、あ、なんか乗り物もありそうですよね。うん、あいつらがね、結構引っ張ってくれるから。あ、そっか。そう、で多分ね、雪降ってないから、多分ソリはガタガタなっちゃうよね。あ、そうだね。穴開いたよね、多分ね。あ、そっか、しもべ、え、でもついてくんの？だサンタクロースレンタルで、そっか。レンタルか。そっか。多分こいつも多分ね、呼んじゃうよね、多分サンタクロースの登山だったらね。でも呼んじゃうかもね、俺。あと一緒にプールとか行ったり。あ、いいね、海とかね。そう、海とか。溺れるやないかい、もう。しもべも全員。え、なに、サンタクロースで行こう。海とかプールでも、ソリ飲んの？まあ、ソリ、あそこまで考えてないから。ソリ、じゃあ、月で。月で、月で、月で。月だったら、いいね。ね、いいね。すごいね。サンタで海行くのだってさ。うん。行きたいじゃん。ね、一日だけね、レンタル。あとはね、なんだろうね。あ、どこに登山で来てるよ。あ、富士山、登山。登山。富士山でしょ、僕ね。そうそう。いや、ちょっとね、うん、ま、俺ん家から、うん、5キロぐらい離れた、うん、ま、建物あるんだけど、うん、その建物の、その、ま、上に、うん、その、まあ、ファミリーマートあるんで、そっから、まあ、大体30キロぐらい離れた、うん、まあ、ちょっとね、もうしょぼい、よくわかんない、まあ、インディーズ、まあ、バンドで例えるんだったらインディーズ的な山、うん、まあ、誰も見られないような山、うん、その名前は、その名前、名前はわかんない。名前わかんない、ちょっとそこまで考えてない。ちょその山ね、ちょっと気になってたんだけど、うん、じゃあもう名前つけちゃうもん。じゃあもう、じゃあ名前つけてよ、ちょっと名前。うん、俺がつけろと。ちょっと考えて、候補して、俺一緒に行った時に、はい、はい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 、この山はなんかこうしようって、この名前しようかなと思ってる。何かな、ユーナマウンテン。まあそのまんまだね。いいね、ユーナマウンテン。ロミジュリマウンテン、うん、あ、ロミジュリマウンテン、ロミジュリマウね。もうその土地買って、もうロミジュリだけの名前する。あ、いいね、いいね、かっこいいね、かっこいいね。なんかね、猿とかで飼ってね。そうで、あんま、なんかね、あんまりにも売れなかったら、ちょっとね、一日座禅したりとかさ。やばいやつね。そう、座禅とか厳しいね、この冬に。修行がてらにで、全然もうこの話と、そうね、お題と通りでねっていうね。そうだね、そう、薄々気づいたけど、タクミマウンテンってもう、毛だらけやないかね。あ、やっぱ行っちゃった。行っちゃった。じゃあ、まあ、次行きましょうね、それ。はい、あ、そういえばまだお題あったね、なんか、うん、じゃあ次のお題行っちゃいましょう。お前のお題は難しい。もし自分がサンタクロースになったら、あ、ね、あ、どうしようか。自分がサンタクロース、俺がサンタクロースになったら、あ、そうだね。あ、よしきから行く。あ、いいよ。とりあえずね、うん、何しようかね。ちょっと全然考えてない。マジで。そうね、自分ちょっとなんか、あ、サンタクロースって思うんですけど、うん、自分、子供の頃にサンタクロース来てたんですよ、実は。あ、
はい、だから、うんうん、なんていうのか、将来的にこう、まあ、お付き合いして結婚して子供ができたら、うんうん、自分がサンタクロースになって、うんうん、その、まあ、親にしてもらったようにプレゼントを置きたいなっていう。真面目かい。真面目な、真面目な、真面目な、リアルな話だね。素敵だね。リアルなサンタクロースになりたいなって、今、これを、このお題を聞いた瞬間に思いました。あ、親だったっていうね。俺、親だったっていう。俺ガチのサンタクロースだと思ってた。あ、そうなんですね。そう、なんかもう本当に親の親がサンタクロースですけど、まあ、サンタクロースは要は誰でもなれるという、うん、あー、誰でもなろうと、まあ、まあ、なれるね。そう、そうですね。そっかー、っていう意味で、いきなりね、親だって聞いて、俺現実にね、戻った、うん、あ、さっきまでちょっと夢の国素敵だなって思って。そうだね、もうこの時期だしね。そうですね、この時期なんで、リュウナは今のサンタを信じてるよね。もちろん、それはもちろんだよ。だって、あ、じゃあ俺がもしサンタクロースになったら、まあね、いつもお世話になってるトナマル、トナマル1号2号いるんだけど、トナマル1号2号に号、うん、まあ、ちょっとね、まあ、いつも、まあ、お世話になってるじゃん、うん、疲れてると思ってさ、うん、あ、でも足やっぱさ、なんか冷えるじゃん、うん、だから足のなんかさ、スチーマーじゃなくてなんかマッサージする、足入れて温めるやつを買ってあげて、うん、まあ、ちょっとね、家で休んでもらって、うん、まあ、今年のクリスマスは、うん、まあ、俺一人で行く。でも一人じゃ移動しづらかね、正直。まあそうだね。そう、だからね、ちょっとね、俺タクシー、まあちょっとね、タクシードライバー。おい、おかしくね。何の話になってんじゃん、おい。じゃタクシードライバーを雇って、うん、もう専属のタクシー一日ね、ちょっと借りようかなと思う。うん、文明の力。なるほど。ああ、文明の。全然サンタクロース関係ないじゃん、もうそれ。俺はサンタクロースだよ。俺違う。確かに、自分がサンタクロースだったらだもんね。そうそうそう。だからそかそか、荷物あるじゃん、やっぱ。うん、トランク積んで、うん、タクシーでもさ、あのセダン、ほぼセダン、うん、セダンだからちょっとね、うん、あれ、あの、あるじゃん、あの石焼き芋売る、うん、あ、そう、軽トラだ、軽トラね。俺さ、そう、ドライバー一人座って、で、隣に俺座ればさ、後ろさ、なんかめっちゃ詰めんじゃん、あれ、あれでちょっとね、東京23区回ろうと思って。あ、待っちゃう。そう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 、で、ちょっともうなくなるじゃん、プレゼント。だからドライバーの2人で石焼き芋ーってやらなかったって。まあね、サンタクロースないこうお土産っていうか、それがプレゼントが石焼き芋。あ、でもなくなったらね。あ、なくなったらね。あ、そういうことね。多分なくなるのコメントちゃんと拾うなってそこ。あ、コメントね。石焼き芋の意味うまいや。あ、まあ石焼き芋なんか、まあでも俺とりあえずね、サンタクロースになったらね、とりあえずどうだ、多分みんなトナカイのイメージあんじゃん。あ、トナカイとね、まあ、赤に免じて、上だったらフェラーリ運転して。あ、フェラーリ。そう、ちょっと待って、クリスマスから。フェラーリさ、もうあれかっこいいんだけど、うん、車高やっぱ低いじゃん、うん、ダンサーとかさ、もうガリッといくから、うん、もうちょっとさ、車高の高いやつ。あ、大丈夫、そう、ね、あ、高いやつね。そうそうそう、ちょっとまあ現実的な話。現実的な話、ね、東北の道だとちょっと厳しいですけど、まあ、トラックだったらさ、まあまあまああるじゃん、高さ。うん、だからそこまで考慮して。そっか、じゃあとりあえずさ、じゃあはまんない車がいいよね、やっぱ東北地震だしね。ああ、そうですね、はまらないように、うん、まあ人力車とかね、一輪車とか絶対はまんないじゃん。人力車しようか。人力車でもさ、え、誰がこくの、うん、いや、もう自分つらつけてトナカイの着ぐるみ。ああ、いいね。ってやんで、あ、まあちょっと、まあそういうプレイ。プレイではないですけど、まあでも悪くないです。ああ、てやんで。めちゃくちゃこう、あれ着てますよ、もうね、なんかね、手振ってってガッとくるなんて。お、かわいい。かわいい。かわいいっすね。いや、欲しいっす、このコメント流れて。ね、コメントが。じゃあ、ちょっとね、そうそう、CM 行くか。行きましょう、ね、じゃあ、はい、CM 行っちゃいます。はい、お願いします。お願いします。君も今日からラブの一員さ。
ただいまー。ただいまー。俺さん、おかえり。毎週 MC 固定でよくない？いいんじゃないか。毎週固定。固定。言うのでいいんじゃない？俺？俺？言うのでいいんじゃない？いや、プレッシャーだわ。大丈夫、大丈夫。もう全部考えちゃってるもん。俺全部アドリブなんだけど、正直。いや、多分ね。うん。リュウナは来るかということ。どういうこと？俺 MC？ あ、つうかさ、ここにいるみんな多分全員考えてきてないよね、そういう。あ、マジで？アドリブだよ。あ、俺も。全て、そうですね。まあ、まあ、ね。うん、あれだよね、そもう本当に、まあ、テスト勉強してないけど、まあ、いい点取っちゃってるみたいな、うん、あ、まあ、まあそういう感じだよ。全然勉強してないですね。もともとね、頭がこうできるやつ、そうそう、できるやつ演じて、実はめちゃくちゃ努力してたり、うん、あ、なるほど、なるほど。まあ、俺はね、なんだろうね、俺なんだろうね、俺ちょっとだけ努力した、少しだけ。そう、あの、来る、まあ、まあ、30分前ぐらいに、はいはいはい、ちょっとね、まあ、目つむって、うん、まあ、さ30秒ぐらい瞑想して、うん、ちょっと今日どういうスタイルでいこうかなと思って。それでそれイメージトレーニングだけしてきて、もでもリュウの瞑想というより妄想だよね。もう、あ、妄想妄想族ね。いわゆる妄想族。なんかいやらしいね。そう、匠呼ぼう、たまに匠さん来るかな。匠さんあ、いないっすね。あ、いないか。でも匠さん次の枠で。あ、そうだね。そう、匠新人に呼んだら新人じゃねえだろ全然。何年目だよマジあの人。いや、わかんない。いるんすよ、そういうね。わかんない。たくみさん何年。いるんすよ、そういう。まあでも本当にたくみさん俺尊敬してる。面白いし。面白いしね。うん、もう毛は濃いし、ね。やっぱね、やっぱ努力はしてる。ね。うん。確かそうだね。そう、努力めちゃくちゃしてるし。でも俺もね、努力しなきゃなって。飲み地で2人で MC でってないよね。え？ MC 俺できねえよ。あ、ダブル MC。ダブル MC。ダブル MC。あ、よくあるバンドのツインボーカルの。ああ、いや、そういうこと。うまい、うまい、うまい、今のうまい。ツインボーカルみたいな。お題はもう終わりで来てるよ。あ、あ、じゃあお題。あれ3つだったよね。あ、もういいんじゃない。もう行ったよね。行った。じゃあ最後トナカイの気持ちを考えて。の気持ちを考えて。お前も、あ、クレーム俺考えてたやつだ、そういえば。な、難しい。あ、でもね、マジで。もう、あの、クリスマステーマにしようって思って、ちょっと3つどうしようかなって思って。まあね、速攻で出たのがこの3つだった。あ、はいはい。あんまそこまで考えてなかったから。トナカイの気持ちってなんか、給料もらってるじゃないですかね、なんか。あ、そうね。バックがあると思うんですよ、自分。トナカイに。トナカイに。あ、はいはい。あ、それサンタクロースが支払ってるって感じ。そうですね、サンタクロースの系列で、トナカイが委託されてみたいな。あ、そう思うんですね。そういうことか。下請けって感じだもん。下請けじゃん。トナカイが下請けそうなんですよ。でもさ、1年に1日しか出勤しないから。1年に1回しか出勤しないですけど。綿棒製章、多分。やっぱりちょっと太いのがいるんですよ。そういう。俺はそう考えてますね。すごいね。じゃあ1日出勤で時給何円じゃん、トナカイの。もう全世界中にプレゼントを配っているわけですから、それをもう馬車馬のように、馬じゃないけどトナカイが走ってるわけですから。トナカイ走って、いや、もう1億円プレイヤーですよ。やばいっすね。あ、1億円プレイヤーやりて。えらい、時給1億円ってこと。いや、ちょっと、あ、時給ですか。いや、時給っていうか、まあ日給じゃない。日給で日給1億円。ちょっとさ、日付ポスティングで、そう、日付オーバーしたら残業代みたいな。はいはいはい。それちょっとなんか赤字っていうか出ちゃいますね。まあちょっとね、罰金ですね、それは。ノルマな。トナカイね、なりたいね。そうだね。まあ1日だけね、なりたいね。で、1日だけさ、稼いで、そう、めちゃくちゃ儲かるじゃん。まあそうだね。そうですね、1日だけ。でもめちゃくちゃさ、ノルマきつくない絶対。きつそう。遅刻したらやばくない。遅刻したらやばいし。遅刻したらやばいですよ。ね、逆に。ね、途中でさ、疲労して、疲労溜まって、あ、いや、もうちょっと休んでいいっすかって、サンタさん、みたいなさ、ノリで来られてもさ、そんなのダメじゃん。そうだね。もう1年に1回の出勤だから、1年1回しかないから。そうなんですよ。風邪なんか引いてらんないんで、もう。そう、風邪なんだよ、もう。インクルだとか、多分予防接種打ってんじゃないで。あ、予防接種。しっかり、しっかりってそう思えたら。あ、そこら辺、サンタさんが福利厚生しっかりしてますから。空を飛べなきゃ首だ、確かに。あ、そう、空飛べないといけないし。確かにね。なんででもトナカイがね、空飛ぶんだよってね。そう。くれないの豚じゃねえんだからさ。サンタクロースね、本当に優しいよね。なんかトナカイ大切にしてあげて。まあいくらね、コキ使ってるとはいえ。ちゃんとね、給料とか餌とかあげて。絶対あげてると思うんで。時々ね、マックとか連れてって。モスにしろ、モスにしろ。そこはモスにしろよ。マック好きで。なんかカウンセリングとかもしてそうですよね。あ、カウンセリング。トナカイの最近の悩み。悩みとかさ、最近ね、毛が薄くなってきたんですよね。なんかありそう。ストレスで。ストレスでちょっと節々が痛いですよ。ありそうだね。トナカイの気持ち。はい、次のお題だってさ。え、お題もあるっけ。じゃあなんかお題考えようか。
そうだね、もうトナカイの気持ちね、もう十分喋ったもんね。喋ったからいいね、トナカイ。あんま喋ってないけど、トナカイの気持ち、そうだね、もうとりあえず、まあね、やりがいはあると思う、以上。やりがいはある。そう、やりがいはある。うん、薄毛。俺やないかい、それ。ヨシキ、ヨシキまだ薄毛じゃないよ。大丈夫、まだいけるまだ大丈夫。ハゲてないかな。まだ大丈夫だよ。ただ、あとね、38ヶ月ぐらい経ったら、うん。ちょっと。最近ね、でもね、結構ね、頭のてっぺんがなんかハゲてきたかなって感じしてさ。あ、まあ大丈夫、大丈夫。マジ今の時代ね、あのリーブ丸々ある。あー、はいはい、はい、そっか。多分ね、今はさ、まあ、リーブ丸々じゃん。で、そのうちもリーブ99とかね、もう99まで進化してるから。あ、すごい。そう、何歳なんの？未来の。俺26歳っすよ。何の話？何えぇ、ー、俺、ね、何歳って聞かれたのに。何歳？え、どれどれ何歳？あーあ、そっかそっか、何歳だろう、何歳だろう。でも初対面ね。そうですね、初対面いくつだと思ったら。いや、だから本当に、うん、俺自分より、うん、あの、うん、むしろ皆さん知ったぐらいだと思ってまして、うん、うん、思ってました。マジで20歳とか18歳とか、だから、うん、本当に聞いた、聞いて今本当にびっくりして、うん、なんかめっちゃ嬉しいですもんね。そう、もう親父のね、一個手前やん。もう上京したてなんですけど、本当に歌舞伎って年齢わかんない、男も女も分かんないね。よしき、俺タメが一個上ぐらいだったと思うんですよ、ね。まず、まさかのね、うん、何個上だっけ俺。ここ5つ、え、4つ上、4つか、4つ上か。5つ、あと2ヶ月で俺22に。お、あ、じゃあとりあえず今一番、まあそうだね、まあ、まだ、ね、近い、近い。おやし、お前敬語使えよ俺に。いや、急に俺出すなよ。他のメンバーはみんな辞めたの？いや、わかんない。まあ、ちょっとまあみんないろいろいろとね、忙しい ね、ちょっとね。あ、ガック、化粧して、化粧しててもみんな若いなってさ。俺化粧してないんだけどね。化粧ね、でもね、最近言われるもんね、なんか、うん、誰かに、なんか言われるもんね、なんか小悪魔アゲハ。ああ、言われる、言われる、小悪魔アゲハ、ね、表紙に出てきそうな顔を。小悪魔アゲハってやばくないんだ、それ、ね、最初ね、聞く、あの、言われてる時さ、意味わかんなくて、何小悪魔アゲハって、キャバって言っちゃって、ギャルのあれじゃんと思って、そう、調べたんだよ。それなんか雑誌みたいでさ、うん、小悪魔アゲハっていうなんかさ、なんかギャル雑誌みたいな、あ、確かに見たら表紙に出てきそうな顔してる。あー、マジで。なんかどういう意味だってさ、どういう意味、まあ、このまんま、まあ、ね、顔がなんかね、リックかぶればさ、うん、ワンチャンね、キャバ行ける、行けちゃう、うん、2丁目の2丁目のそこで出す。なんか制服ディズニーとかでハロウィンにこう悪魔のマネキン。ああ、そう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 、なんか似合いそう、すごく、うん、嘘、マジで。なんか学ランか、学ランでした、学生時代。俺ブレザー、ブレザーだね、ブレザー、ブレザー、そう、まあ学ランだったんですけど、うん、言うて最近ディズニーシーに初めて行って、新宿からそのままあの学ランを着て行ってきました、うん、おっ、いいっすね、いいね、やばいっすよね、学生の気持ちいいもん、学生の気持ちで、あー、もう若い、歌舞伎をもう学ランで、うん、ずっと、うん、で、なんか、なんか地元の友達と一緒に行ったんですけど、ほんとかい、ほんとにほんとかい、それ怪しいよ。ちなみに男だったんですけど、うん、男二人で、男二人で、そっち系っすか。なんかでも、うん、C って結構女性と行くと待ち時間が長い、うん、ああ、よく言われるね、なんか初デートで行くとなんか、はい、喧嘩になる、確かにそうだなって思いました、うん、なんか、うん、で、すごい男の方だったんですけど、ディズニーがすごい好きだったから、好きなんだ、もうなんか足早くて、はいはい、なんか俺ついていくとかやっちゃったんですよ、え、あの朝から行ったこと、身長同じだったんですけど、全然歩く速度が、朝から、うん、朝から行って、うん、ちゃんと前日にチケット取って、はいはい、で、現地集合っていうことで、あ、はい、学ラン来て、あの新宿から行ったんですけど、うん、あ、新宿から、新宿からも電車乗って、GR 乗って、はい、めちゃくちゃ安いよね、新宿から行ったら。なんか前浜でしたっけ、こう、うん、あのエスカレーターじゃないですけど、なんか歩く床みたいのがあって、あ、うん、あ、それあります、東京駅初めて乗りまして、うん、こうなんか、うん、はい、歩く歩く床、歩くエスカレーター、滑る床、それ東京駅の、あの京葉線、なんかそこなんですけど、もうあの上京して、うん、毎日がもう観光ですね、自分の中で、もうちょっと新鮮すぎて、まあ、歩いてるだけで楽しいっていうのか、あ、もうなんかもう周りにね、れどれを見ても新鮮っていう、1キロ圏内何でも揃うから、ね、何でもあるよね、ここは、ね、あ、そうか、上京したまだ1ヶ月半か、そうなんですよ、まあ、全然、まあ、俺もね、上京してもう同じぐらいの9月の15日、まあ、10日ぐらいに引っ越してきて、東京に、まあ、まだ3ヶ月、4ヶ月一緒ぐらいだろうね、一緒ぐらいだね、いやでもね、関東でしょ、うん、まあね、もともとね、もうずっとね、関東にしかいないから、いいね、もう関東って言ったらね、うん、栃木も
北海だよね全部、うん、岩手とか山形から、ね、本当に本当にそうですね、うん、そうね、まあ、関東地方をね、え、最初さポケモン何した関東地方な、関東地方のさポケモンなんかさあるじゃん関東地方、俺は、うん、もうあゼニガメでした。あゼニガメ、ゼニガメなんだっけ、俺も確かゼニガメ、俺カメ飼ってるからさ、あゼニガメ、そうニックネームとかつけてました、うんニックネームね、あ確かカメ、カメカメ、そのままじゃ、そのままじゃ、そのままじゃ、そう、うちのカメの名前もカメなの、10年、もう10年半飼ってるけど、もう日本に来て、その次の月に、もう飼ったからさ、うん、まあ、そっからもずっとカメなんだよ、よく突っ込まれるよ、かわいそうえ、ね、カタカナでカメなの、あ、カタカナだね、カタカナで、ひらがなにしたらいいよ、そんなひらがなにしようかな、ひらがなでいいよ、もうカメ、爪まもね、あのローマ字、ローマ字ね、カメの、かっこいい ね、来週の MC は、ね、うん、来週の MC… ゼニガメにするか、人からにするか、来週の MC ね、ちょっと、ヨシキ行こうか俺できるかな、いや、来週行こう、やっちゃおうか、じゃあね、来週ヨシキ行こう、ほんとに、あ、ガッガッといいですかね、あ、いいよ、やっちゃっていい、やっちゃって、ちょっと、ありがとうございます、楽しみ、頑張ります、よっしゃ、ありがとうございます、まだ早い、まだ早い、まだ早いね、まだ早い、10秒前だからね、そうだね、じゃあ次じゃあ俺らね、はい、関心どんどん振って、ありました、任せてください、次俺そっち側もあるからさ、じゃあガクトは MC 担当で、そう、そう、ね、MC ガクトでお送りします、そう、そうかね、あれもう終わっちゃったこれ、あ、ありがとう、バイバーイ、また来週もお願いしまーす、あれまだじゃない、あれ歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす、アンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします、なんで僕が言うのアプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからつないでーす、じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします、どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。